こんばんは、時刻は午後6時を回りました。マンデーシュガスポット、ケンジブリッジです。愛知大学落語研究会、ほほえみきあんこです。よろしくお願いします。さあ、ということで7月17日海の日の月曜日、マンデーシュガスポット、この番組はサワラカードの提供でお送りします。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。初登場、愛知大学落語研究会、ほほえみてあんこくんと共にお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、愛知大学落語研究会会いたくて会いたくて会いたくてしょうがなかった。本当4年前から。そんなに前か。4年前ってなると正直もうあんこうくんの世代じゃねえみたいになってるけど、そうですね、ちょっとかかりがね、うん、ようやく会えたということでね、ケンジブリッジ今日とてもテンションが上がっておりますが、はい、まあこの愛知大学落語研究会が来たということで、今日のマンデーシュガスポットはもう落語の世界ってどんな世界なのかについてもね、迫っていこうかなと思うので、はい、ニュース天気もろもろが終わった後、落語のお話していきますね。皆さんお付き合いよろしくお願いします。お願いします。あんこはさ、ちなみにこう、はい、ラジオ今出てるけどさ、生放送、はい、ラジオとか出たことはある？いや、本当にもうラジオとかそういう、うん、もうこういう公共放送とかそういうの出たことはないので、うん、初、結構、はい、初出演、はい、楽しみに。寄席とかは出てる？寄席は、うん、そうですね、もう何回か、もう10回ぐらいですかね。でも慣れたもんだ。予想だけ出てればラジオも慣れたもんだっていうことでね。どうでしょうね。ちょっとまた形式違うんですけど。まあそうだよね。はい、まあ、寄せのつもりでやっていただけたらと思いますが。はい、お願いします。はい、ちなみにね、今日祝日でね、ケンジブリッジは、はい、豊橋で港の方でイベントがあってね、ああ、港フェスティバルっていうイベント、はい、そして三河港モーターショーというイベントが同時にやってて、もうずっと港に行って潮風にまみれながら、はい、仕事しててね、はい、うん、潮風を背負ったまま今日このスタジオインってことだね。ああ、そういうことですか。どう、ちょっとこのスタジオ潮風の匂いちょっと感じる？うん、そうですね、ほのかにだとしたら、ケンジブリッジめちゃくちゃ臭いやんってなって、すごい今すぐもう帰りたい気持ちになってきたんだけど。まあ、けどね、ほんとそんだけ暑いんだよね。はい、気温が35度豊橋は超えて、まあ、全国的には40度いっちゃったみたいなね、はい、非常にこともあるみたいで、酷暑という、けどなんだろうな、ケンジブリッジ35度という気温の中、全然あんまり暑いと感じなかったっていう。ああ、うん、そうなんです。なんか涼しかったかなあっていう。涼しいですか？むしろ涼しいみたいな、暑すぎて涼しいっていう感覚かな。そうなんですか。うん、なんかよくわかんないけど、どう、あんこうはどう、暑さは強い？いや、どうでしょうね。あんまり強くはないですね。なんとなくそんな気はするね、見た目的に。見た目で人はね、判断しちゃいけないけど。うん、いいんですか、ね、見た目でね、アンコウとケンジブリッジのこう写真をね、並べて、街角で、はい、どっちが暑さ強そうですかみたいなアンケート取ったら、はい、絶対ケンジブリッジ勝つと思うの。なんかそれは自信あるな。不思議な自信、うん、だけど見た目で判断する世の中良くないんでね、今の話はちょっと謝罪させていただきます。いや、いい、とんでもないです。リスナーの皆さんにもね、不快な思いさせました。オープニングから深く深く、ごめんなさい伝えさせていただきますけど、まあ、そんな感じで絶好調に、はい、今日もね、アンコウとお届けしていきますんで、メッセージも送ってきていただけたらなと思います。はい、今日のメッセージテーマ、今日は海の日ということなので、海の思い出、うん、行こうかなと思います。はい、あんこはやっぱ落語ばっかりしてるから、海の思い出があるかどうか分かんないけどね。どうでしょう、うん、一応幼い頃とかは家族とかで行ったりはしたり。いいね。じゃあその話を落語調で伝えていただくみたいなね。どんなオチをつけてくれるのねみたいな、楽しみにしていきたいなと思います。ラジオ機の皆さんは、はい、本当にオチとかつける必要はないので、気楽に、はい、海の思い出を送っていただけたらなと思います。メッセージはsugar@843fm.co.jp sugar@843fm.co.jp アプリ FM プラプラからも簡単に送ることができますので、たくさんメッセージ参加よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということでサマーソングいきましょう。エンマー、炎天下のサイダー。Bye. 君に惹かれるがまま忠実に
ャーマンでシガサポットお送りしてます。曲はエンマー炎天下のサイダーってことで、今日は本当に炎天下の中3連休の最終日、快晴の中ね過ごした人多いのかなと思いますが、今日海の日ということでね、海に遊び行ったよみたいな人も多いかなと思いますが、まあ、海っていうのは危険がねとても伴いますのでね、毎年毎年あの残念な、不幸な、トラブルが多いのでね、本当に海遊び行く際、川遊び行く際、まあ、水辺に行く際は本当に気をつけてほしいなと思っております。本当人がいないとこで遊ぶとね、本当まあ最悪なケースになるパターンがあるので、まあ人がおる、人が見えるところでね水辺の遊びはしてほしいなと、ちょっと真面目に注意喚起させていただきました。そんな海の日、今日はあのNHK の話になりますが、あの NHK で、10時からロボコンの特番がね放送されておりました。ロボコンでいうとこのマンデーシュガースポット、毎月第4週目に理科大がねあの登場しております豊橋ロボコンズですけど、こちらの豊橋ロボコンズ優勝した模様がねドキュメンタリー形式で今回上がっているところなんでね、金曜日ちょうど仕事で見れなかったので、どんな放送になってるかわかんないけど、あの見逃し配信とかあるっぽいので NHK プラスでぜひともこのマンデーシュガースポットリスナーは特にロボコンのこの活躍を見てほしいなと思います。噂ではケンジブッチも画面に見切れてるみたいなね、応援団の中の一部に入ってるみたいなんでね、 NHK プラスぜひとも見てケンジブッチを見つけてほしいなと思います。確かね帽子は被ってない気がする。被ったかな、どっちだったかな。ケンジブリッジと言ったらね目印帽子なんだけど、この時は被ってないような気がする。頑張って探してほしいなと思います。配信が今もうすでにスタートしてると思いますが、1週間だったかな、10日間だったかな、見逃し配信対応してますので、ぜひとも NHK プラスの方で豊橋ロボコンズ、豊橋技術科学大学ロボコン同好会のねあの活躍を見てほしいなと思います。そして来週かな、ロボコン登場するんでね、感想を送ってほしいなと思います。まあ、他局の宣伝になりましたが、まあ、仲間ということでね、ぜひとも NHK プラスしっかり見てほしいなと思います。今日のメッセージテーマは海の思い出、たくさん送ってください。お送りした曲はもうまさに今日は炎天下ということでね、こんなナンバーをお送りしました。エンマー炎天下のサイダーでした。マンデーシュガースポット、さあ時刻午後6時16分回っております。マンデーシュガースポット、今日のお相手はケンジブチと愛知大学落語研究会ほほみてやんこです。よろしくお願いしま す、まあ、早速メッセージをいつ紹介しちゃおうかなと思うんだけど、はい、チチラジオネームチチっていうね父ちゃんの方のチチね、牛乳のチチじゃなくて、はい、うん、あんこうくんが昔行った海で一番良かったところはどこでしょうかっていうね、今日のメッセージテーマ海の思い出ということでね、リアルチチからとりあえずね投げかけが来たんで、うん、父ちゃんありがとう、直接聞きなよLINE でしてくださいよっつってね、うん、まあそうですね、一番思い出は、うん、昔徳島県のところで海に海水浴に行ったことがあって、やっぱりそこが一番の思い出ですよね。徳島に海水浴、そうですね、あめちゃくちゃ遠いやん。まあまあまあそうですね、なんでなんで、出身愛知だよね。そうですね、愛知から徳島ってどんぐらいかかった印象、うん、はい、そうですね、あれ車で普通に何でしょう、陸路で行ったので、うん、片道でも多分4〜5時間ぐらいはかかってるするよね。今もう Google でね、はい、マップ検索したら4時間半かかるってね、はい、休憩も込みで考えると5時間とかかかるもんね。そうですね、なんでそんな遠くに海水浴行ったの。父ちゃん父が好きみたいな海水浴、どうでしょうね、うん、今はそんなに好きじゃないみたいですけど、まあまあ年取ればね、うん、海水浴疲れちゃうからね、ちょっとなかなか、うん、なんで徳島行ったの、うん、綺麗ってことか徳島が、まあ比較的海は綺麗だったっていうのはあるんですけども、うんうん、なんでかまえちゃった、ね、まあ、確かにあのこの時期になると毎年毎年話題になるのが愛知県、はい、海の汚い街ランキングということでトップ10のうち7個ぐらい愛知県入ってんだよね、海水浴場とか、うん、なるほど、海汚ねんだよ愛知。そうですね、うん、実際確かに遠くに徳島とか行く理由はわかるね、はいはい、伊豆とかさあ、例えば上の福井県水晶浜とかさ、はい、まあ、そっちの方に行きたいよね、綺麗な方、まあまあまあ、車で行くってことから、まあ、愛知はね汚い海ランキングトップ10のうち7つ占めてるからね逆にすごい、うん、逆に綺麗だよね、うん、
けどそんだけ汚いってことは、はい、あの魚とかねその辺の影響的にはすごい豊富だから、うん、そうです意外と水産がね栄養分としてはまあまあいいですかね。だから水産物が意外と有名というのもあるんで、はい、まあどっちを取るかだけどね。そうですね、まあ、そんな感じでねラジオをお聞きの皆さんも海の思い出をねメッセージ送っていただけたらと思いますが、今日はね愛知大学落語研究会あの微笑みてアンコウに来てもらってますので、研究部地念願の落語の世界を教えてくださいってことでね、はい、あの本当に落語を教えてほしいなっていう落語ですか。まず漠然と落語っていうのはね、はい、あの笑点とかでね、はい、あのイメージをする人も多いのかなと思うんだけど、はい、あのアンコウ的にこう落語を本当に知らない人、はい、本当に猿でも分かるように説明するのはどんな感じで説明する？そうですね、うん、まあ一人で何人も役をやるっていう、うん、ちょっと他の演芸とは全然異なる、うん、もう世界的に見ても一人で複数の役をやるっていうのだと思う。本当に多分初めて知ったりとか見たりするときは多分びっくりする、うん、そういう芸能かなと思ってます、ね、猿に伝わらんって通訳するわ、はい、キキ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 キ多分猿にしか今分かってないね、まあ、猿にあの伝えたんで僕は、うん、猿語でちょっと伝えさせていきます。なんとも難しいですだけどそうだよね、あの一人で何役もやるっていう、はい、なかなか世界的に見ても難しい芸能、はい、日本の伝統文化、そうです、ね、伝統芸能ってことだよね、はい、最大何役やるの落語って。最大、いやもう何でしょう、名前がない時とかもキャラクターではあったりするので、うん、それも含めちゃうともう本当に多いと10とか。あ、そんなに使い分けるんだ。あるものはありますね、正直一番少なくて2人ぐらいですか、うん、アンコウは最大何役ぐらいのそのネタ、はい、話やってるの？あー、そうですね、最大まあ7人ぐらいですかね、今のところは、うん、大体めちゃくちゃすごいね、はい、すごいね。ありがとうございます。そもそもアンコウはなぜこう愛知大学のこの落研、はい、落語研究会入ったん？はい、そうですね、もう本当に なんて言ったらいいんでしょうね、厳密な明確な理由があるかって言われると、うん、そういうわけじゃなくて、実際落語研究会に入る人ってもともと落語とかお笑いが好きっていう人もいるんですけど、落語をまず今の大学生とかが知ってるかっていうとそうでもないので、うん、私も全然知らないというか、そこまで好きだったかっていうと、うん、まあそうでもないので、正直、まあ、なんて言うんでしょうね、雰囲気ですかね、やっぱり。ああ、もうなんか雰囲気、おしゃれだな、かっこいいな、みたいな。おしゃれというか、なんか、和気あいあいとした、そういう感じ。ああ、もう、落ち研が。はい、そうですね。落ち研が、おしゃれと言われると、ちょっと、断言していいのかなっていう。まあ人の見方はそれぞれだからね。ああ、まあまあそうです、うん。まあそんなもとで、もともと別にそんなめっちゃ好きでめっちゃ詳しいわけではなかったんです、はい。そうですね。で入ってやってみたら、はい、なんか面白いなっていう。そうですね。ハマっちゃったなっていう。はい、もう部内で、うん、何でしょう、初めて1年生の時にその夏合宿があったんですけど、うん、その時に人前で見せるのってなんか楽しいなって、そういう感覚は、はい、芽生えました。何芸人さんじゃん、感覚が人前で芸を見せるのが楽しいなと感覚になっちゃってそうですか、芸人やん完璧に、うん、いや将来の夢はじゃあちょっと門を叩いていく感じ。いやーちょっとまだ、うん、そこまで芸人になるかっていうとそういうわけではない、まあ、覚悟いるもんね、はい、だいぶちょっと覚悟もそうですし、なんて言うんでしょうね、やっぱりもともとなんでしょう、才能っていうとまたちょっと違う気がするんですけど、うん、何かしらそのもともと持ってるものというか、うん、そういうのはないと難しいのかなと思います。あ、まあ、そうだよね、さすがにプロでやっていくのである、うん、そうだよね、はい、まあ、けどプロでもね、やってない人からしたらさ、はい、この研究会でも本当プロと一緒だからさ。あー、うん、なるほど、そう見えます。いや、はい、本当に見えるからめちゃくちゃかっこいいと思うんだよね。 ありがとうございます、うん、その愛知大学 の、はい、あの落語研究会は、はい、当然何人ぐらいで活動してるの、はい、今は合計で7人なんですけど、少ないね、存続危ぶられる、はい、危ぶまれてるね。そうですね、ちょっと、うん、果たして今後数年規模で見ても、うん、果たして続けれるかなというのは正直不安です、ね、続けてほしいよ、なんとか、はい、なんとかね、もう留年しちゃいないや、学費払ってるの私じゃないでしょ、それ父、申し訳ないこと言った、失礼なこと言った
本当深く謝罪させていただきます。ごめんなさい、はい、警察に留年したいなって本当に申し訳ございませんでした。だけど本当存続の危機で、はい、そうですね、まあ、世の中的に落語はめちゃくちゃブームかって言われたらね、はい、ちょっとまあ、うん、一時期まあ十数年前とか来てたりはしたんですけど、うん、やっぱりお最近は来てない感じはあるんで、ね、今いろんな娯楽があるからさ、うん、はい、よりね落語を好きになるっていうのがちょっとチャンスをつかむのが少なくなっちゃったよね。そうですね、やっぱりなんでしょう、他の音楽だとかああいう方がやっぱり注目されやすいっていうところありますね、ね、はい、いや本当なくなってほしくない、うん、やっぱ同好会なんで研究会なんで、はい、僕はもうなんとか毎年、はい、毎年毎年もう、ま、ほぼ毎月の勢いで落ち研のこの存在アピールしててね、はい、ありがとうございます。愛知大学に入ったら、はい、落ち研に入ったらラジオ出れるんだぞみたいなね、そんぐらいの勢いしていきたいね。なるほど、いいポイントだと思います、うん、ぜひぜひそんな感じでお付き合いいただけたらなと思いますが、はい、まあこの落ち研の世界とか落語の世界はね、またこの後も話していきますんでね、はい、あの落語について質問があったり、まあ、好きな落語あるよとかね、こんな話家さん好きだよみたいなメッセージもね受け付けてますんで、ぜひともメッセージ送ってください。お願いします。We are girls forever お送りしております。今日のメッセージテーマは海の思い出。あ、その前にすごいなこのメッセージ、てつやアメリカのデスバレーは55度らしい。55度っていう世界最低しかないからね。どんな暑さなのか分かんない、うん、そう、いやなんとなくだけど日本は湿気大国だけど、アメリカのね、そのデスバレーっていう55度いっちゃってるとこはあんま湿気なさそうな雰囲気だよね。ああそうですね、うん、カラッとしてるから意外と気持ちのいい暑さかもしれないし、それかもうほんとトースターで焼かれてるかのような、もうほんとのあちあちの焦げちゃうみたいな感じもかもしれないし、はい、まあ、行ってみないと分かんないし、まあ、この哲也がこの情報どこで得たのかも分かんないし、実はそんな行ってないかもしれないしみたいなね、うん、まあ、けどさすがにメッセージ送ってくれてるんでね、さすがに出どころがあるのかなと思います。55度体験した方はね、あのぜひともメッセージいただけたらなと思います、そしてラジオネーム綾乃ちゃん、こんにちは。こんにちは、小さい頃父が海によくサーフィンに連れて行ってくれたことが私の海の思いです。ほう、難しくてなかなか長く立っていられなかったけど、父とどこかへ出かけられるということが当時は嬉しくていい思い出ですっていう、サーフィンお父さんやってて子供の頃にサーフィン経験ってなかなかいいね。そうです ね、 なかなか海のある地域だからこその子供の頃の思い出というか、そうです、ね、怖くなかったんかな、うん、海ってなかなか怖いからね。そうですね、なかなかもう、うん、サーフィン自体がもうあれ立つっていうこと自体むずいよね海の上でね、はい、もう浦島太郎だってね相当苦労したと思うし、浦島太郎黒進化ウミガメだもんね。まあカメラだけだもんね。出る、まあ、一寸帽子か一寸帽子はお椀で、そうですね、ほっぽい、ね、自分で難しいよね、はい、でこの綾乃ちゃんのメッセージとてもいいメッセージでね、はい、あのすごいいいなと思うけど、はい、父とどこかへ出かけられるということが当時は嬉しくていい思い出です、うん、今はどうなのかなってね追求したいなと引っかかる父ちゃんとも仲良くやってください、はい、皆さん全国の父ちゃんと仲良くしていきましょう、はい、そして母ちゃんともそしてじいちゃんばあちゃんと、はい、ファミリーラブでいきましょう。お送りした曲はゆいにしよう We are girls forever でした。マンデーシュガースポット
さて続きましてこちらのコーナーです。地元企業紹介シュガーリクルート。このコーナーは豊橋商工会議所学生就職情報センターの提供でお送りします。就活のお話をするコーナーとなっておりますが、あのあんこくんはさ、はい、何年生なんですか？今大学3年。じゃあもうまさに就活を始まろうとしてるみたいな、もうインターン行こうとしてる世代とか。はい、そうですね。もう8月いくつかもインターン、うん、はい、もうしっかりと予約したりとか。そうですね、応募したりとかして、はい、応募とかしてます、うん、はい、まさにこのコーナーを2025卒、今の大学3年生に向けて就活の話をするコーナーなんでね、はい、しっかりと聞いていただけたらなと思います、はい、インターンのね応募しっかりしてるあんこくん、はい、まずは就活の滑り出し、はい、100点です。ナイス。やっぱこの夏ねインターンに行かないと差が開いちゃうからね。ああそうですね、うん、そこはしっかりと言ってほしいなと思いますが、はい、今日はこのコーナーで話したいこと、自己 PR をこう作るときに押さえておく3つのポイントっていうのがあります。まあそれこそね、はい、あのエントリーシートとか、うん、あのインターンの時に送る紙とかでね、はい、自己 PR の欄とか多分あるかなと思うけど、はい、漠然と自己 PR みたいなのあるとね、はい、意味は分かっても書くのが難しいみたいなね。あーそうですね、むずいよなかなかよね、はい、ケンジョリッチも今自己 PR 書いてみたいな言われたら何書けばいいか1時間喋り続けることができますってねただその話は嘘か本当かは分かりませんっていう、あそんな PR になっちゃう、はい、まあ、ネガティブなことは言わない方が一番いいのですが、 そうですね、そんな自己 PR 何を抑えればいいのでしょうか。一つ目、求められるのは再現性っていうね。お、再現性なんだ、難しいこと書いてるはい、チームをまとめたことが一度あるから、私の強みは統率力ですと自己 PR をしても企業は評価しないことが多いですと。お、うん、なぜなら環境が変わっても同じような動きをするとは限らないからですと。自己 PR ではすごいことを言っていたから評価して内定を出したのに入社したら大したことないとならないように企業は再現性を評価します。再現性難しい言葉使うね、うん、まあなのでね、まあ、身内同士の内輪の環境だから発揮できた強みなのかみたいな思っちゃうみたいな、ね、ありますね。そうです、はい、なのでその書いてある言葉と企業のイメージが一致するかどうかっていうのね、はい、より書くにはもっと具体的に書くってことだよね。具体強みは統率力ですだけではなく、はい、まあ、例えば、まあ、バイトとかでもいいのかな、バイトディーダーやってますでもいいのかなと思うけど、はい、まあ、具体的な話がいいのかなと。そうですね、思いますそして2つ目、押さえるポイント、仕事で活かせるアピールポイントになっているかどうかっていうね。あ、もう全く仕事に関係のない、はい、あの強みをアピールしても意味がないよと。まあそうですね、実際企業もやっといたいかどうか、そうそうそう、そこが大事になる。ケンジブリッジもね、今さっき自己 PR でもう、はい、ずっと何かを発することはできますよと言いましたが、はい、そんなずっと何かを話してる人は、はい、あの図書館にはいりませんよみたいなパターンになるからねそう、静かにするわみたいな、はい、そんなアピールされてもみたいな。なのであの行きたい仕事でねアピールのポイントは変わってくると思うんで、そこはしっかりと理解してコピペはね良くないよってことですね。良くないですね。企業に合わせて自己 PR しましょう、はい、で3つ目、思い出話や自慢話が自己 PR ではないよと。自己 PR は思い出話を書く場所じゃない、自慢話をする場所ではないよと、はい、そうなるとあれだね、ケンジブチが再現性の時に言ったバイトの話すればいいんじゃないって真っ向から否定された気持ちはあるけど難しいね。そうですね、なかなか就活はまあ結論難しいってことなんですけど、はい、まあ今の3つをね理解していただけたら、うん、あの本当に結構突破しやすいので、はい、うん、ケンジブチはちょっと理解はあまりできてなくて申し訳ないんだけど、まあ、あの再現性、アピールポイントを仕事で活かせるアピールポイントになっているか、まあ、思い出話や自慢話を書くことが自己 PR ではないよと、はい、いうこと、うん、まあ、あとだらだら書いてもしょうがないしみたいなね、簡潔に書くみたいなね、分かりやすさと、まあ難しいということでね、まあ、うまく自己 PR していただけたらなとこんなまとめていいかなと思います。皆さん就活頑張っていきましょう。はい、さあということで、今就活始めてる2025卒の方向けに、東三河の就活情報サイト
オープンしております。東三河学生就職ナビリクルーティング、こちら東三河の企業がたくさん載ってる企業となってまして、インターンシップ情報、面接情報、会社説明会情報など簡単に調べることができますので、ぜひとも東三河学生就職ナビリクルーティング検索してメンバー登録よろしくお願いします。もう早ければ早いだけ就活は有利になっていきますんでね、まあ、気楽に追い込まれながらもね、自分を追い込みまくらず、まあ、気楽に就活スタートしていってほしいなと思います。地元企業紹介シュガーリクルート、このコーナーは商工会議所学生就職情報センターの提供でお送りしました。ついこの夏皆さん声出していきましょう。 SK48 チーム E 新曲です。7月の15日には、新公演ということでね、声出していこうぜ公演無事初日迎えました。そんな表題曲声出していこうぜ、お送りします。 SKE48 チーム E 声出していこうぜお送りしております。先行配信リリース中シングル、8月の2日には、この声出していこうぜ公演のねアルバムがリリースされます。あ、生放送中ありがとうございます。未来のラジオ DJ たちがスタジオ前に集まりました。ありがとうございます。また大きくなったらぜひともラジオ出演よろしくお願いします。ナイスグッドスマイル。まあそういうことでね、SK48 チーム E、この声出してこうぜの、歌詞にもある通り人生は一度だというんだよね。もう言いたいことは声出してこうっていう。何か言いたいことある？父ちゃん。言いたいこと。うん、ああ、そうですね。うん。まあ、ラジオでわざわざメッセージするんじゃなくて、直接、直接してください。うん。なかなかね、父ちゃんと LINE することないかなと思うけどね。まあまあまあ。うん、まあ直接連絡してくださいアンコウの声出してこうぜのコーナーでした。まあ現状地もなんか声出してこっかな。何がいいかな。そうだね、現状ブリッジ、アンコウ師匠のもと落語学びたいですね。いやいや、なんかそういう企画やろうよ本当に。いや、なかなか今3年生でしょ。いや、まあまあそうなんですけど、来年4年生、まだ1年半ぐらい大学生活だから、そうですね、はい、ちょっとこのラジオを通してさ、はい、アンコウ師匠って言わせていただきます。いや、このアンコウ師匠がこうラジオも卒業、学校を卒業するタイミングで、はい、ケンジブリッジも落語の一緒にラジオで披露するみたいなね。ああ、なるほど。いや、私としてはありがたいんですけど、うん、他のメンバーが果たして、確かにね、師匠と呼んでいいのかもね。そうですね、じゃあ師匠会議からまずスタートしていただいて、はい、誰が師匠になるかというところから。いやけど本当そういう企画もやっていこう本当に、はい、連動していこうぜ、はい、うん、こんな楽しい企画もね。その時はまずケンジブチがなんて名前になるのかっていうね、はい、あー、芸名から、うん、芸名からスタートしていくんで楽しみにしております。はい、さあお送りしました曲は SKE48 チーム E、 みんなせーので声出していこうぜ。マンデーシュガースポット
さあ時刻午後6時37分回っております。さあ、うん、落語の世界に迫っていくマンデシカスポット、今日のお相手はケンジョルチと愛知大学落語研究会ほほえみてあんこです。よろしくお願いします。ちなみにですけど、はい、あんこくんもちろん本名じゃないと思うんだけど、はい、このほほえみてあんこっていうこの芸名、はいはい、自分でつけたの、つけられたの、先輩につけてもらいました、ね。うん、代々お試験は、はい、襲名先輩につけてもらうっていう流れ。うーん、そうですね、まあ自分でなんて言うんでしょう、芸名に使いたい感じとかがあったりとか、こういう名前がいいですっていう人はそうなるんですけど、私の場合はそうですね、あんまりなんか自分でいい感じの名前っていうのがなかなか思い浮かばなかったので、うん、まあつけてもらったっていう、はい、ほほえみてあんこってさ、こう、はい、言葉で聞くだけだとすげえなんかポップなさ、はい、明るい印象あるんだけど、まあまあ、そうなんですね。あのツイッターの方の告知では漢字でね、はい、あの書かせていただいたんだけど、ほほえみて、まあこれはいわゆるほほえみの、はい、まあほっともっと亭の亭だね、うん、まあまあまあこんな感じの亭だよね、ほほえみて、まあこの字はまあよくある、はい、あんこはさ、暗い時刻と書くんだよね、はい、はい、そうです。ほほえみてあんこっていう漢字で並べるとすっげえ怖い呪文みたいなそうですね、なんか意味があるの、そのあんこは。そうですね、もともとほほえみてとか、まあ、他にもいろいろこの定語っていうんですか、こういうのがあるんですけど、これでまず芸名につけるルールっていうのがあるところはあるんです。でほほえみての場合は、まあこれは男子限定なんですけど、なんでしょう、魚とかそういう関連、魚系なんだ、そういう系の名前っていうことで、まあ、ついた感じですね。じゃあ魚の種類の名前になるともう結構埋まってこない、代々ってなると。そうですね、まあ他にも、うん、あと吉っていう字ですね、うん、あのおみくじとか、ね、ああいう字を入れたりとか、あとは、太郎のたの字とか、まあああいう風に別に漢字一字を名前のどこかにつけるとかでもいい。まあ魚って言っても魚系とかでもいいので、まあ、関連があれば何でもいい。関連があれば何でも出てくる、はい、魚系、はい、めちゃくちゃ難しいな魚系ってなってくると。そうですね、まあ、アジフライみたいな感じでも OK ってこと、まあ、アジが埋まっちゃったからほほえみてアジフライみたいなそうですね、全然ありですそうなの、本当にもういいと思いますよ、うん、実際なんでしょう、うん、インパクトっていうんですか、ね、あ、まあそうだよね落語って名前のインパクト大事だよね、はい、本当に名前とか顔を覚えていただく、うん、っていうことだけでも非常にありがたいかなと思います、ね、ちなみにケンジブチがあんこ師匠のもとに行くとするとやっぱほほえみてになると思うんだけど、はい、あ、そうなんですか、ね、まあ、そうなると師匠だからね、はい、あんこさんは、はい、そうなるとほほえみて何になる、まあ、仮に今日つけるとしたら。そうですね、うん、ありそうですね、なかなか難しいですけど、うん、まあ僕あの甲殻類が好きっすね、はい、あの魚系でいうとタコイカ貝好きっすねそうですね、うーん、エビとかがいいんですか。エビも大好き、はい、エビも、うん、やっぱりまあ私は結構、うん、甲殻類だとエビが好きなので、うん、なんかエビ関連つけちゃいますよね、やっぱり。つける、ぜひぜひ。あ、そうです、うーん、はい、エビフライとかにします。さっきのアジフライ釣られてるやん、もうおめえ見てエビフライですよろしくお願いします。うん、マジでちょっと あのあんこを出るときはもう名前変えようかな、エビフライしようかな意味わかんないけど、急に、うん、急にでエビフライですよろしくお願いします急に、ね、誰だろうちなみにですけど、はい、あんこは好きな落語家はいるの、はい、あ、そうですね、活動を始めてね、多分いろんな落語家を見てきたと思うんだけど、はい、好きな落語家というかおすすめの落語家、おすすめ、うん、そうですね、今そうですね、活動してる方だと、桃月庵白秋師匠っていう方がいます。桃月庵、はい、桃月庵は桃に月で、うん、いおりっていうあの建物、いおりっていう字、白秋はまあ白い先というちょっと難しい名前です。が好きなんだ。そうですね、個人的に今一番。どんな感じの落語家さんなの。そうですね、もう本当にどんなネタでももう徹底的に笑いを入れてくるっていう感じで、その上でなんて言うんでしょう、本当に熱演ですかね、うん、やっぱり情熱的な。そうですね、もう本当にお客さんを全力で笑わせてくるっていう、そういう感じの芸です。ってことはさ、はい、今ちょっと
どんなネタでも笑いを入れてくるって言ったけど、はい、落語って笑いは入ってこないパターンもあるってこと？あ、感動系みたいなのあるってこと？そうですね、人情話っていうのだとまあ比較的笑いは少なくなるけども、なんでしょう、お客さんにもうストーリーを楽しんでもらうというか聞いてもらうっていう、うん、そういう感じのお話とかもあります。そうなんですね、はい、けどまあはい、白手さんのことが好きなあんこはもうこの笑って笑っての落語が好きっていう、はい、そうですね、比較的そういうなんていうんでしょう、お客さんにはもう思いっきり笑ってもらえるよ、うん、精進精進、気になるね寄せ見に行きたいねぜひぜひ、まあ、そんなことでね、ちょっとメッセージ紹介しようかな、はい、ラジオネームフラッシュ侍です、はい、こんばんは、こんばんは、いろんなタスクに追われて一旦休憩したいフラッシュ侍です、どうぞ休憩してください、ぜひ、人生追い込まれたらね、はい、休憩逃げ出すが一番 ね、はい、正解な行動ですからね、はい、ケンジブリッジは大学中退しましたお追い込まれて中退しました、追い込まれてはないね、うん、あ、なるほど、もう純粋にもう行かなくていいやってなってね中退しましたけど、落語面白いっすよねっていう、僕は特に若者の文化をめっちゃ吸収して落語に取り入れちゃう柳家京太郎さんが好きですっていう、あ、なるほど、あ、一応あの今日一緒に来てくれてる、はい、あのね、お知見の見学に来てるリンカちゃんもすげえ理解してるね面白いんや柳家京太郎さん、はい、そうです、知識がなくても楽しめる落語をしてくれる柳家京太郎師匠は最高っていう落語のね、はい、あの好きな人できると、その好きな人のことを師匠っていうのはね、そうですね、面白い文化だよね、ありありあるあるです、弟子じゃねえよお前っつって何弟子気分だよってなっちゃうけどうん、うん、言いたくなっちゃうよね師匠って、はい、柳家京太郎、確かに健常値も聞いてみたいな、見てみたいな、ぜひぜひ、質問です、はい、今日は海の日ですが海と言われて思いつく落語はあの芝浜ですが、海にちなんだ落語はありますかと、海にちなんだ話、うん、海、海、うーん、そうですね、海なかなか難しい、ちょっとなかなか難題ではあるよね、もともとめっちゃ好きなわけじゃないもんね、はい、あんこは、もともとそうですし、芝浜を先に言われるとそうだよね、うん、まあそんだけ定番だからね、そうですね、うん、はい、海にちなんだ落語、まあ、ちなみにねこのせっかくなんでね、はい、Google で検索しますね、はい、あの海の落語、浦島の海っていうこれ本当にあるのか、背景浦島太郎さん、三遊亭万丈さんがやってるこれね、あ、新作ですか、新作落語、はい、創作落語とかね、そうです、そう、落語っていろいろと世界あるってさ、はい、もう代々代々いろんな人が受け継いだ話もあったり、はい、もう新作落語、創作落語、まあ、現代落語っていろいろあるけど、はい、あんこはどういうスタイルですか？私は基本的にあの古典落語って呼ばれてる、まあ、比較的昔から、うん、まあ、伝統的にやられている人気があるネタとかを、ね、得意なネタはあんこ、あ、そうですね、うーん、得意というか私の場合なるべく数増やしていってる感じなんですけど、まあ、個人的に、まあ、いつでも見せれるよっていうネタだと天狗さばきとか、天狗さばき、そういう話、あ、ね、気になる、全然わからない、はい、もうあ、ラグを好きって言ってきながら全然話にならないからさいえいえ、全然全然いいです、いや、聞きたいし見たいな、はい、じゃあいつかラジオでそれ披露よろしくお願いします、ちょっと長いですけど、どんぐらい長い25分ぐらいです、あ、いいよいいよ、そのぐらい言っちゃおうこの番組半分占めてるやんうん、それはちょっと特番しよう、特番特番です、ね、うん、スポンサーよろしくお願いします、お願いします天狗さばき、はい、が結構いつでも披露できるぐらいもやり込んでるみたいな、はい、まあ、古典落語を、はい、まあ、メインとしてやってるよと、はい、そうです、まあ、そういう創作落語とか現代落語、はい、新作落語やる予定はあったりする、お知見はそういうのやらないの、そうですね、一応新作落語を、まあ、さっき出てたの柳家京太郎師匠とか、うん、ああいうプロの人たちが作った新作落語をやったりっていうのはあったみたいなんですけど、うん、やっぱり自分で創作するっていうこと自体がなかなか、なんでしょうね、難しいというか、やっぱりいないかなと思います、うん、難しい話だよね、はい、そうですね、いろんなネタをやれるようになって、はい、あ、話ってこうやって作るんだ、こういうふうに生まれてくるんだと、もう何百何千と知ってからの話だもんね、うん、何千まではいかないにしても、まあ、うん、落語のネタ自体が今やられているのだと大体300から400とか、300、そう、本当に、まあ、数え方も全然バラバラなんですけど、そのぐらいあるので、うん、もう本当にあとはどういう落語以外のどういうところからインスピレーションとかアイデアを持っ
ってくるかっていうところが大事になってくる、うん、そうだよね、はい、まあ、けどいつか、はい、創作落語、新作落語、はい、期待しちゃうんでね、師匠、はい、まだちょっと早い感じがしますけど、まあまあ、今日だけとりあえず師匠で行こうかなと思って、そうですか、そんなことでね、まあ、落語はね、まあ、とりあえず楽しみ方的にはどういう風に楽しめばいいの、はい、そうですね、まずその古いものっていう印象はあると思うんですけど、やっぱり事前に何でしょう、知識を入れとかなきゃいけないとかじゃなくて、やっぱりもう本当に何でしょう、聞きたい時に聞くとか、もう本当にテレビとかじゃなくても YouTube っていう、まあ、動画投稿サイトとかも全然上がってるので、ぜひもうなんか暇だなとかやることないなっていう時に気軽に聞いてもらえればいいなって個人的には思って、うん、気楽にも知識なくてとりあえず聞けば面白いよと、はい、本当に分かんないところは分かんないでいいです、うん、でまあゆくゆく聞いてれば分かってくるし、はい、みたいな、はい、もうで好きなお話と出会えれば、うん、ね、より楽しくなってくるよってことだよ ね、 そうですね、やっぱりまあ好きな話ができたり、好きなこの人の話し方とか好きだなっていうのが出ると、うん、より夢中になっていけるのかなと思いますね、うん、ですって皆さん、はい、落語まだまだね触れたことがないよって方はね、気楽にね、まあ、ほんと今 YouTube にも動画投稿されてたりね、公式で、はい、とかまあサブスクでね、で配信もされてたりするから ね、はい、ありますね、この辺からチェックいただけたらなと思います、はい、今日の夜は皆さん落語聞いて帰ってください。さあ一曲聴いていきましょう。夏のナンバー、いい曲です。パンティフットフィーチャリングチェホーン、ワンセルフ。One, two, foot, the wrong side, jump down. Yo.どんな手を使ってどうなっても響かないならどうなっても知らないからとどまってろ。これは男のロマン飛行。どんな天文学的数字でも表せない音楽テロ。You don't know。 ステゴルが強くても飯は食えねえ。だがステイゴールドになれば唯一無二一点もの。真剣なほど輝きを増す神聖なものへ変わり得る言いたいこと。俺しかできねえ神からギフテン。出会いは必然ありがた人生。何かに気づけモニパワーリスペクト。バビロンシステム飛びなら裏ね。反逆の火を灯すのさ。そうこの声はどこまで届くのか。孤独を恐れない心の強さ。努力を見せない本当のプロは I'm already best one self。 己と向き合ってやるのさ好き勝手。時は巻き戻らねえ。 I'm already best one self。 自分の筋通して言葉を打ち鳴らせ。いつもないものねだりさものだね。労働なき富。さあお送りしてます、バンティフットフィーチャリングチェホーン、ワンセルフ、お送りしております、ラジオネームモノキンさんから、ケンジさん、アンコウさん、こんばんは。こんばんは、今日のメッセージテーマ、海の思い出は、20歳ぐらいの頃だったと思いますが、当時付き合っていた子とドライブで田原市渥美半島の飯野関門に行った時に、岩に波がぶつかってその波を頭からかぶってしまいました急に来たので寄せきれませんでした。二人してビタビタになってしまいました。いい思い出だね。そうですね、うん、岩に波がぶつかってその波を頭からぶって どの辺の位置にとか全然わかんないけど飯野関門ってそんなにどこ、うん、飯野関門って言ってもそんなに波来るか、うん、どうなんでしょうね。わかんねえな。なかなか花見イメージしてる飯野関門と違う飯野関門の可能性あるなそうです。時が経てば場所も変わり話も変わることもあるからね、はい、ありますね。歴史だって変わるからね。実はこうだったみたいなねそんなこともあるんだね。まあいい思い出、小野新さんありがとう。ビタビタになって帰ったこんな思い出いいんじゃないかなと思います。夏はやっぱビシャビシャになった方がいいからね。そうです。どんな状況でも汗でビシャビシャでもいいし濡れてビシャビシャでもいいし、うん、何でもいいんす。夏はビシャビシャになっていきましょうバンティフットフィーチャリングチェホン、ワンセルフお送りしました。さあマンデーシュガスポット、もう間もなくエンディング迫っている、そんな海の日の祝日の放送。今日のメッセージテーマは海の思い出。今日は海の日なんでね、海の思い出もらっておりますが、哲也はねツイッターから沖縄とハワイの海は美しかったなというそんな思い出くれました。まあ確かにザ南国だからね。南国です。青い海
いいよね。そんな哲也、海はもう7年行ってないよって言ってるけど、うん、あんこは海はその子供の頃に海水浴行った以来、はい、そんなに行かない？そうですね、もう落語研究会1年生の時の、うん、夏合宿の時に海を行った以来ですよね。お、合宿あるんだ、はい、そうですね。どこに行ったの合宿は？それその時は知多半島。お、いいところだね、はい、うん、それこそエビフライ美味しいよね、うん、そうですね、エビフライですね、うん、エンジェブッチの出身地となるところだね。微笑みてエビフライの出身地っていう設定になるところだねそうですね、知多半島、はい合宿もあるということで、今年もあるの合宿は、ね、夏休み、ね、今年もやろうかなと思います。おってことは合宿があるということは、はい、寄席、はい、というかそういう発表する場所がもう決まってる感じなの？そうですね、うん、もう8月とか、まあ、10月とかもそこそこ目白押しですか、ね、おお、そこそこ目白押し、はい、中でもとりあえず一番最短であるのは8月？はい、8月の27日の日曜日、はい、名古屋になっちゃうんですけれども、うん、愛知大学の落語研究会と、うん、南山大学の落語研究会、そして、京都の立命館大学のこの3大学合同で、南山大学さんの、何でしたっけ、ホールラッテンホールというところでやるということになっております。いろんな大学とコラボして、はい、一緒に寄席をやる、はい、一緒にやろうかなと。結構それはもうお知見の中では恒例行事になってるの？愛知大学、南山、立命館の。あ、そうですね、愛知大学、南山大学は毎年やってるんですけど、今回立命館大学さんで3大学合同は今回初めて。お、そうなると総勢何人のこう、はい、噺家さんたちが披露することになる？今のところ6人で、6人、それで落語だけじゃなくてもう少し間で何かその余興というんですかね、そういうのも入れていこうかな。何やるの余興？はい、大喜利とかそういうのをひょっとしたら入れるかもしれない。あ、そういうの楽しいよね、はい、そういうフランクなやつもあった方がいいしね、はい、そういうのあってもいいかなと思ってます、うん、愛知大学は7人がのサークルメンバー、はい、研究会メンバーだけど、はい、南山大学、立命館大学の方は何人ぐらいいるって分かる？そうですね、南山大学が確か15、6名ぐらい。お、めちゃくちゃ多いじゃん。多いですね。もうちょっと間がおらんくなったら南山呼ぶしかないで、ね、ラジオもうな、南山すぐくら替えちょっといやいやいや、もう全然、ね、呼んでもいいですよ。うん、南山も呼んでほしいね、はい、すごいです。え、立命館はまだちょっと関わりがないから知らないみたいな。立命館は一応ホームページちょっと確認したんですけど、うん、本当に、まあ、20人以上はいるかなと。頑張るぞ愛知大学落研人数で圧倒的に負けちゃっている、うん、頑張るぞはい、こんなね、愛知大学、はい、南山大学、立命館大学とはあるけど、はいはい、落ち研が、はい、ラジオ出てる落ち研は愛知大学だけだからねそこ強めに行こうぜ。そうですね、こっちの研究会はさ、はい、行こう、はい、最後まで、最後まで行こうぜ、行きましょう。 OK、はい、さあ、ということでね、まあ、愛知大学落語研究会落ち研の発展をね、はい、願いながら、はい、今後ともお付き合いよろしくお願いします。こちらこそお願いします、はい、8月の27日の日曜日、南山大学のホールの方で愛知大学の落語研究会落研、そして南山大学の落研、実命館大学の落研がコラボして、寄席があるということなんで、まずは最短その日、はい、チェックいただけたらなと思います。これ時間は何時から始まるの？はい、そうですね、まだちょっと厳密には決まってないんですけども、うん、アバウトお昼とか、ね、13時半とか14時とか、うん、そのあたりに始まるかなと思います、はい、まあ、お昼ぐらいに集合してください、はい、大体お昼ごろですね、まあ、見に行くのはなんかもうフラッと見に行っちゃえば、そうですね、もう入場もただなので無料、ぜひぜひ、はい、ぜひともよろしくお願いします。ほんとね、その他にももちろん落研のね、こう寄せ見て応援っていうのもいいのかと思いますけど、ほんとプロのね、はい、落語家さんもね、いろんな地域でね、はい、独演会やったりとかね、はい、寄せやったりしてるんで、そちらもチェックいただけたらと思います、はい、お願いします。この辺の地域だと豊川市に三遊亭万吉さんっていうね、はい、出身の方がいて、はい、年に1回は豊川市で独演会やってるんでね、はい、まあ、その情報もゲットできたら、この番組でも紹介していきたいなと思います、はい、お願いします。万吉さんの外の応援もよろしくお願いします、はい、します。さあ、ということでエンディングナンバーはデフテックの My Way をお送りしていきますが、今日も1時間初めてラジオ出てみてどうでした？はい、いや、もう本当に、うん、なんて言うんでしょう、ね、ワクワクしながら来て本当に楽しくお
話させていただきます。剣術長めちゃくちゃ楽しかったよ、この1時間、はい、あんこやっぱ落語家さんやなと思って話しやすいし話も面白いし、はい、ごめんなさいって感じ、本当に喋りすぎちゃってみたいな、砂さんもちょっと置いてけぼりにしちゃってみたいなね、そんなこと、うん、まあけど一日ね、はい、一緒に喋っていこうかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、お願いします。ということでマンデーシガスポット、この番組はサーラカードの提供でお送りしました。お相手はほほえみてエビフライと、はい、愛知大学落語研究会ほほえみてアンコウでお送りしました。また来週お会いしましょう。バイバーイ。